ロウォーズファンの皆様、おはようございます。春の復活、イベントも最終日になりましたが、お目当ての報酬を受け取ることができたでしょうか？カーク信者の場合は、なんだかんだと言いながらも、スーパータイタンのエデンを、アブソルートスターにすることができたので、にっこりしています。さて、まず最初にこの戦闘の様子をご覧になっていただきますが、これは先日のギルド戦において、防衛で敗北した際の映像になります。アリーナやギルド戦において、試合に負けることは日常茶飯事ですが、視聴者の皆さんは、その負け戦を利用して、チーム編成の研究をされていますか？自分よりも総合パワーで勝る対戦相手に敗北した場合は、仕方ないな、と割り切れば良いことですが、同程度のパワー、もしくは、自分よりも総合パワーが下回る対戦相手に負けた場合は、検証作業が必要になります。具体的には、チャット機能に搭載されているギルドバトルを利用して、マックスパワーのチーム編成で、どのような結果になるのかを、必ず調べる必要性があるということです。育成途中のチーム同士で対戦をした場合は、勝敗に関わらず、ギルドチャットでマックスパワー同士の戦闘を検証する癖を身につけることが、ヒーローウォーズの上達の近道になります。この検証作業を行うことにより、自分のチームにとって、相性の悪い対戦相手を知ることが可能になり、不必要なヒーローを育成してしまう、資源の無駄を避けることが可能になります。つまり、どうあがいても勝てないチーム編成は必ず存在するので、それを早期に見極めて、勝てないと分かっている対戦相手とは、矛先を交えない、という、賢明な選択に必要な知識を得得するのです。他人が、時間と労力を費やして考案したチーム編成を、教えてもらえるということなので、ギルドバトルで検証する作業は、とても価値のある行為と言えます。今回の例題では、対戦相手がカークタンクという、少々特殊なチーム編成で攻撃してきましたが、ギルド戦の検証結果では3戦3敗という結果になりました。ただ、このチーム編成に関しては、敵チーム全体に負けたというよりは、ヤスミン一人に暴れ回られて負けたと言えます。このように、アリーナやギルド戦を戦った際は、ただ単に、その戦闘結果だけを見て一喜一憂するのではなく、マックスパワーで対戦した場合はどうなるのか？という検証作業を忘れないようにした方が良いと思います。このアリーナの戦闘は、カーク信者が、ジャパン、オンリーのモイモイさんと対戦した映像になりますが、カーク信者が勝利することができました。そして、このチーム編成でギルドバトルの検証をするのですが、ここで、重要なお話があります。ギルドバトルでは、画面左側のチームのスキルが最初に発動する仕様になっています。ですので、カーク信者のチーム編成が画面左側になるようにした際は、カーク信者の3連勝になりますが、モイモイさんのチームを画面左側にした場合は、モイモイさんのチームが3連勝という結果になります。このように、ヒーローウォーズでは、最初のスキルの発動が早いか遅いかで、戦闘結果に差異が生じるようになっています。この点が、ヒーローウォーズの奥深さの要因となっており、ギルドバトルの検証作業をする際は、必ず、攻撃側と防御側の、2パターンの検証作業をするようにしてください。実際の戦闘では、これ以外に、ベッドの要素が付与されるので、ギルドバトルの検証結果通りになる保証はありません。なるほど、よく考えられているなぁ。このゲームは、あれこれと考えれば考えるほど、深みにはまっていくような気がするので、カーク信者のように、一つのメインチームだけで遊ぶという選択肢も、決して悪くないのかもしれません。それでは、本日の最後の動画は、ジャパン、オンリーの亀田さんとの対戦になります。カーク信者は、アリーナの、この試合に勝利したことで、自己最高記録を更新することができました。なんと、アリーナにて、最大瞬間風速ですが、23を記録したのです。どう見ても、カーク信者の紫装備チームは弱そうに見えますが、
それでも、なんとかなるものですね。いつまで紫装備が通用するかわかりませんが、このポンコツ装備を気に入っているので、当面は紫装備のままで頑張りたいと思います。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、ギルドバトルの画面左側と右側では、最初のスキル発動に違いがあるということをご存知だった人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。